ランクマッチ、エーペックスの根幹です。そんなランクマッチ、次のシーズン19は過去一カオスな状況になるかもしれません。というわけで今回は運営が公式で発表した来シーズンのランクマッチについてお伝えしていこうと思います。それでは本編です。シーズン18はどうだったのか、シーズン19のランクマッチについてお話しする前に、運営さん的に今シーズンのランクはどうだったのかということについてお話していきましょう。結論、全体的には悪くなかったけど、ちょっと難しくしすぎたはだそうです。詳細お話しましょう。まず運営さん的に良かった点ですね、これは2点ありまして、これはまずマッチメイキングがいい感じ、そしてソロフルパ格差の改善ですね。まずマッチメイキングについては、内部レートとランクをいい感じに合わせた結果、上のランクに行くためにある程度苦労しないといけないくらいの難易度に調整できたよということですね。はい、個人的な感想なんですけど、敵がありえないくらい強いみたいなこともありませんが、弱者蹂躙キルポウハウハペックスかと言われれば、そんなことはなかった気がしますね。さらにね、一生内部レートで上がっていき、ダイヤに到達してもシルバーの時と同じくらいの敵と当たるような前のシーズンと違い、ランクが上がればその分多少敵も強くなる仕様だったそうです。はい、これはね、なんとなくそうなのかなと思ってましたけど、普通に公表してほしいですよね。内部レートだけじゃなくて、ランクを基準にしたマッチングも行われてるから、ランクを上げることに全然価値あるからねみたいな感じで、はい、おそらく今でも前のシーズンと一緒で、ランクを上げても同じレベルの敵が出てくるんだから、ランクを上げる気しねえよという感想を抱いてる方もいると思いますんで、という感じで、一旦マッチメイキングについては運営さん目線では成功だったと。そしてもう一つ良かった点が、ソロフルパ格差問題ですね。まずはですね、こちらの運営さんが発表した表をご覧ください。これがソロデュオフルパでの勝率、つまり1位を取れるかどうかというグラフですね。はい、で、上の赤い線がフルパで、真ん中のオレンジ色がデュオ、そして一番下がキリトというグラフになっております。でですね、前シーズンなんですけど、見ていただければ分かるように、とんでもない格差がありますよね。フルパでの勝率が 8% なのに対して、ソロは 3.5% と、約2倍以上の格差です。これはですね、ソロきつすぎ勢が出てくるのもうなずけるでしょう。ただ今シーズンに入ってからはどうでしょうか。もちろん格差はあるものの、ある程度は是正されており、フルパでの勝率が 6% 程度に対して、ソロでの勝率も 5% 弱まで増加していると。はい、でこのグラフは1位を取れるかどうかのグラフなので、ちょっと違うグラフも見ていきましょうか。でこちらが5位以内に入れるかどうかのグラフですね。はい、5位以内だったら漏れる試合ではありますよね。はい、ざっと見ていただくと、3つのグラフの距離が近く、あまり変わらないことが見て取れるでしょう。なんだったら5位以内に入れるかどうかのグラフに関して言うと、デュオよりもソロの方が漏れる時さえある始末ですから。なのでね、結論、デュオでやってるカップルなんかもね、この動画見てるかなと思いますが、やめた方がいいですよ、普通に。はい、運営がデュオは漏れないって言ってますから。ちなみに10位以内に入れるかどうかのグラフでも、デュオが一番漏れないという結果が示されてますから。なので一人でやりましょう。それが誰かもう一人を入れて、三角関係を作った上でエーペックスをしましょうね。はい、なのでね、今シーズンこそね、ソロきつすぎる勢がいたと思います。というか、かっこいう僕も今シーズンが一番ソロでやるのきつい気がしてました。ただ前のシーズンに比べたら、そこまで絶望的なほどの格差はないということでしたね。ただね、ソロがきついかどうかという問題に対して、誰かとやるっていうのはね、普通に結構お話なんかもしながらやれるので楽しいですけど、ソロは知らない野良と無言でコミュニケーションを取らないといけないという、精神的な負担があるので、そこできついなと思うことには変わりないと思うんですけど。さあ、少し長くなってしまったんですが、これが良かった点として挙げられているところですね。で、お次に今シーズンの反省点、おそらく来シーズンに改善されるであろうところをお話ししていきましょう。で、今シーズンの反省点はもうざっくり言うと、ランク上げづらかったよね、ごめんねですね。はい、これはもうほとんどのエーペックスプレイヤーが赤べこのように首を縦に振ることでしょう。では運営さんはそもそもどれくらいの難易度設定にするつもりだったんでしょうか。まずこちらのグラフご覧ください。こちら運営さんが発表した現在のランク分布になっております。で、ご覧いただくとですね、ブロンズ帯に人口が集中していることがお分かりいただけると思いますが、本来であればこの人口をシルバーあたりにしたかったと。はい、結論、想定よりワンランクほど全体が低くなるくらい難易度を上げすぎてしまったということなんですね。なので現在プラチナの僕が、まだダイヤに行けてないのは運営さんのせいですし、最近最後の望みである99のエイムでさえ悪くなっているのももちろん運営さんのせいですし、その精神的ダメージから SAO で3万持っていかれるのも運営さんのせいだということになりますね。はい、もちろん皆さんも一緒ですよ。はい、ではどうしてですね、予想よりもこんなに難しくなってしまったのかについてですが、原因は大きく分けて2つだ
そうです。まず一つ目は認定戦でのポイント渋くしすぎたですね。まあ、皆さんもあのランクの開始時に10試合ほど認定戦回しましたよね。確か僕はそこでブロニー認定だったんですが、まあこれが圧倒的に低すぎだと。確かに振り返ってみればブロンズ2という認定をされ、そこからは一律マイナス50で敵もブロンズ隊とは思えないほど強く、今後のランクが憂鬱になるほどでした。まあ、皆さんも同じような経験してるんじゃないかなと思います。運営さん的には、この初期ランク本来は適正ランクから 1.5 ティア低くするくらいにしたかったけど、蓋を開けてみたら全体的に 2.5 ティアも下がってしまっているということらしいんですね。はい、なので仮にダイヤ4適正の人がいたら、本当は認定でゴール2くらいにしたかったけどシルバー2まで落ちちゃってるよねということらしいです。はい、これがランクの上げづらさに加担した一要因ですね。まあ、確かに元のランクが全員想定よりも1ランク低かったら全体のランクもまあそれは下がりますよねっていう話です。そしてもう一つ全体的なランク低下を助長した要因、それがですね、普通のマッチでもポイント渋すぎたよねだそうです。はい、それはそう、はい、渋すぎました。まあ、運営さん的にはこの普通のマッチでポイントが渋すぎたせいでプレイヤーが本来のランクに到達するのに相当な苦労を要するようになってしまったということなんですね。まあ、確かに有名配信者なんかを見ていても、なんでこんなプレデター常連の人がまだゴールドにいるのみたいになってましたからね。これはあのシンプルに、通常の試合のポイントが激渋だったことによって引き起こってしまったということですね。はい、この認定戦で想定よりランクが上がらなかった、そして通常のマッチでもあまりポイントが付与されなかったという2点が、今回のランクが以前よりも上げづらいイコール難しいと言われている要因になるわけです。ではシーズン19はどうなるのか。さあここまでねシーズン18今シーズンについてお話ししていきましたが、これを踏まえシーズン19はどんな風に改善されていくのかについてお話していくんですが、まあ大きく分けて3つのポイントがあります。運営さんがこのランク現状を変えるための3本の矢、1つ目が普通のマッチでのポイントを増加します。はい、2つ目が認定マッチ上げやすくします。はい、まあ、この2つが問題点だったっぽいんでね、これを改善して運営さんが想像する適正ランクへ行ってもらおうということでしょう。いい改善ですね。これは次のシーズンなかなかいいものになりそうです。では3つ目、ランク関係なく誰とでもランクいけるようになるよ。おっと、暗雲が立ち込めてまいりました。まあ嫌なことは後回しということで、1つ目2つ目について触れていきましょう。といってもまあそのままなんですよね。1つ目のポイントもらえやすくするですが、それがそもそもランクによるマイナスを減らすのか、はたまたキルポが増えるのか、順位ポイントが増えるのか、他のボーナスが増えるのか、それがどれくらいの量なのか、種類量ともにまだはっきりしていません。ただ確実にね、今シーズンより通常のマッチでのもらえるポイントが増えるということになるでしょう。2つ目の認定マッチについても同じですね。まあそれは今シーズンよりは、最初の10試合でもらえるポイントがより多くなり、初期ランクを当初の想定だったその人の新ランクより 1.5 ティア分くらい下げるにとどまると。はい、なのでまあダイヤ4くらいがその方のいつもの最終ランクだったとすると、認定戦終えた後だとまあ5類2くらいになるように最初の10試合でもらえるポイントを調整するということでしょう。ただね、普通にもらえるポイントが増えるということと、初期ランクもまあまあ高いということと、あとまあ3ヶ月超のランク期間と考えると、まあだいぶとランクは簡単になるような気がしますね。まあ蓋を開けてみないとわからないですが。で最後ですね、フルパー誰でも組めるようになると。なんででしょう。はい、というわけでね、まあ、今まではまあシーズンによりけりですが、1ランク2ランクの差しか認められてなかったと。ただ来シーズンからはフルパのランク制限が排除されて、どんなランク帯でも誰とでも組めると。なんでこの仕様を追加しようと思ったのかわからないんですけど、この仕様でですね、始めたてのよちよちランクアルミプレイヤーと何でもワンマがプレデター1位が一緒のランクに入ることができるというわけですね。はい、まあ、これは果たして大丈夫なんでしょうか。正直1つ目と2つ目の改定をしていただければまあ割と十分だと思うんですけどね。最悪のシナリオとしては、ランクアルミとアホ強プレデターが協力し、その辺のゴルプラを蹂躙尽くす大スマーフ時代の再来になる可能性がありますよね。はい、まあ、ただ一応運営さんはこんな部分を残しておりまして、お互いパーティーを組むフレンドですねのスキルに大きな差がある場合、舞台はより厳しい戦いに直面することになりますだそうです。はい、だいぶ抽象的な表現ですが、まあ、これは一体どういうことなんでしょうか。まあ強い人が弱い人に対して必要にカバーを求められ、バッテリーをかっさらわれ、怒られ続け、最終的にはスキャンドレーにされるとか、そういうことですかね。まあそれはなかなか厳しい戦いですからね。まあただですよ、ただまあそもそもシーズン16から始まったこのナイブレート製のマッチは、そんなダイスマーフ戦争を終わらせるために作られたものなので、まあ
このフルパでのランク制限が排除されたとは言ってもそんなにおかしなことにはならないんじゃないかなと信じております。総括というわけでね、今シーズンだいぶと難しいランクですが、まあいろいろな改変があることによって少なくとも確実に今シーズンよりはランクが上げやすい環境になるはずでしょう。まあなんかね、さっきのランクいきなりとんでもない難易度になって、その後過去類を見ないレベルで簡単になり、その後また死ぬほど難しくなるみたいな感じですよね。これはなんかセンター試験とか参考にしてるんですかね。ちょっとねその振れ幅を抑えていただくのと、まあそろそろ大幅改変は少なくなってくれると嬉しいですよね。ただまあ個人的な感想として、運営さんからのランクを良くしようみたいな思いはまあめちゃくちゃ伝わってくるかなと。まあ Apex ももう派遣ゲームではありますから、まあ正直ね、ランクで取り沙汰されているような問題は放っておいても、そうですね、プレイする人口はまあある程度は確保できるんじゃないかなと。ただね、まあ毎シーズン毎シーズン改善をしようとしてくれて、我々プレイヤーに内部的な情報も全て出して、それを踏まえこう改善していきますみたいなことも言ってくれると、まあその改善の方向性が合っているかどうかは一プレイヤーである自分には分かることではないんですけど、まあその姿勢は普通に嬉しいということですね。このような大幅改変があるたびに、やれゴミシステムだ、前のシステムに戻せた、なんだと、まあ、言う人がいますが、改善をしようとしている点を、まあ、評価、まあ、評価というと上からなんで、まあ、なんか言いづらいですが、まあ、頑張ってくれてるんだなと思うのはありなんじゃないかなと思いましたね。結局どこまで行っても100人が100人納得するランクなんて、まあ、絶対にないですからね。はい、というわけでね、だいぶ真面目にではありますが、今シーズンそして来シーズンのランクについてお話ししてきました。まあ、とはいってまだ今シーズンもね残ってるんで、目標ランクいけるように頑張っていきましょう。ということで、それでは船長でお会いしましょう。ロココでした。